はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日面白福祉の時間です。今日は点字のレシピ本をご紹介したいと思います。さあ、このチャンネルの面白福祉のコンテンツで、以前ね、私アナちゃんが視覚障害でも包丁は普通に使えますよとかね、そういうちょっと料理に関するような動画もいくつか上げていますけど、今日はね、点字のレシピっていうのを、ご紹介したいと思います。こちら健やか食生活協会ね、健やか食生活協会さんが出してくださっている点字のレシピで、これね、なんか視覚障害の方に無料で配布してくださっているものなのかな。多分無料でもらえるものだと思いますよって言って貸してもらいましたね。詳しくは食生活協会さんの方に、健やか食生活協会さんの方に問い合わせていただければと思うんですが、早速見ていきましょうね。ここね、点字の、レシピ、これよく通常のねレシピなんかでもこういうタイプのものあると思うんですけど、カードタイプになってて、みんなでミートクッキング5って書いてありますね。これ1とか2とか3とかあるんでしょうけど、これはじめにと書いてあって、牛肉、豚肉は良質なタンパク質の供給源であり、ビタミンやミネラルも豊富に含んでいますとか。これね、このミートクッキングの5はお肉料理のどうやら特集のようですね。でこうやって何枚かこうカードでレシピがあって、よいしょ、はい、この最後の16、豚汁うどんっていうのを読んでみましょうかね。はい、材料括弧2人分、豚切り落とし肉80g、大根、人参各4cm、長ネギ15cm、冷凍うどん2玉、ごま油小さじ2、でこれ A って書いてあって、かつおだし3カップかな、と、味噌大さじ4、みりん大さじ2と書いてあります。でいよいよ作り方ね、かっこ調理時間約15分と書いてありますね。はい、1、豚肉は一口大に切る、2、ごぼうはささがきにする。さっきあれごぼうってなかったっけちょっと待って豚肉ごぼう飛ばしたね私ね、書いてありました。ごぼうはね15センチだそうでございます。危ない危ない危ない。はい、1、豚肉は一口大に切るでしょ。2、ごぼうはささがきにする。大根、人参はいちょう切りにすると。長ネギは小口切りにする。3、鍋を中火で熱してごま油を、な
じませ。豚肉と、煮の野菜を1分に食べる。うん、なるほど。はい。4。A ってあの、カツオのあの、ね、カツオって書いてある。だしのやつですよね。あとあの、味噌とか、みりんとかのね。そう。A を、注ぎ、煮立ったら、火を少し弱め、アクを取って5分煮る。うん。5、冷凍うどんを、凍ったまま加え、ほぐれるまで、2から3分煮ると。うん。6、器に盛り、好みで七味唐辛子を振ると、でこれ中かつおだしは、削り節 20g に、熱湯3カップかっこ600ml を注いで、5分置いてこすか、市販のだしの素を、利用するということでございました。ね、これが豚汁うどん。まあ今こう書いたのを見ながら、皆さんあの、そんな目の見えない人でもそんなことできるのって思われたかもしれませんけど、はい、これぐらいはね、見えなくてもできるようになりますよ。はい、盲学校の家庭科でも普通にこれぐらいの料理はねしてましたね。で、健やか食生活協会さん、あのいろいろねレシピ出してるようで、こちらはねまた別の、なんかいつものいつもと違うご飯のお供っていうね本でいろいろ焼き味噌とかね出てたりします。ということで今日はね展示のレシピをご紹介いたしました。あの展示図書館なんかで貸し出しで、あのもっともっとね、難しい料理の本なんかもありますし、逆に言うとね、あのお子様向けのレシピなんかも、出てますので、ご興味のある方ね、ぜひぜひ展示図書館やこの健やか食生活協会さんの方に問い合わせてみてください。ということでチャンネル登録やいいねボタンもよろしく。あなちゃんでした。